に由来するるものである国際的に原油や各種の石油製品の計量、売買は主にバレルで行われる。その他にも用途により、また国家により、多数のバレルの定義がある。略称は BBL。石油用のバレルは42メートル液量ガロンであり、約159リットルである。42ガロンのバレルは、もともとは、 アメリカのペンシルベニア油田で始まったものである樽に石油を詰めて運んだため、ペンシルベニア油田では42ワインガロンのバレルと40ウイスキーガロンのバレルとが用いられていた。40ガロンのバレルの方が最初に普及したものであったが、1866年以降は42ガロンのバレルが標準とされた。石油は長年損に入れて運ばれていたため、 その名残で今日でも原油の計量と原油価格設定の単位にバレルが使われているのである。アメリカでは用途によらない標準の液量バレルは31.5メートル液量ガロンである。ただし税法上ビール用のバレルは31メートル液量ガロンとなっている。一方、穀物や野菜などに用いられる標準完了バレルは105完了クオートと 定義されている。イギリスでは、標準のビールバレルは 36A ガロンである。石油用のバレルを A ガロンで表すと、約35ガロンとなる。さらに、用途によっては質量によるバレルの定義が行われている。ワインやウイスキーなどの種類の貯蔵に用いられる樽の、種類でバレルと呼ばれるものは、容量42メートルガロンマイナス55。 ベーガロンくらいまでのものが用いられる。ありがとうございます。